木島さん。いや、レイナちゃん。今日はポルシェですか？いつものやつは？これはデモカーだよ。いつも番組で宣伝してあげてるからね。へえ、私にも運転できるかな？おう、大丈夫。でもレイナちゃんはあるだろ？ええ、木島さん、ちょっと運転させて。あ、いいよ。やっぱりいいですね。お、お、でも、ノーマルなポルシェってこんなもんなんですか？え？木島さん、よかったらちょっと寄っていきたいところがあるんですけど。お、来た来た！マジで連れてきたぜ。あ？よ、久しぶり。元気かよ、木島。佐々木さん。山本さん。そっか、金になるならやっぱ外車か。まあ、文化とバックボーンもありますしね。文化？は、服よな、相変わらず。口も出すが、数字もきちんと出したからな、昔から。ははは、あ、もうこんな時間か。すみませんが、また機会があったら。今夜中にアップしなきゃいけない原稿があるもんで。本当にすみません、久しぶりに会えたのに。なあ、木島、あの FC どうした？お前がゼロにいた時入れ込んでたあの白い FC3S だよ。時々こいつとも話してたのよ。あれどうしたのかなって。あれだけのチューンドだろ。誰でも乗れるってわけじゃないし。いい車だったよな。2ローター 13B で C7 を回し切る。最後の筑波アタックで500馬力ぐらい出ただろう。知らないですね。もう何も。というか、もう全然興味もないですから。あんな世界にはもう関係ないんです。これは7年前の筑波。これがあの木島さん？ブーストアップの80スープラで1分5秒台を出した。かなりいい数字だよ。山本は古い車雑誌捨てずに持ってんだよな。ほんと豆だぜ。こっちは 33R。 ブーストアップで1分2秒台だ。本当に速い人だったんですね。でもみんなブーストアップなんですね。そう、そこがミソなんだよ。そういうこと。木島のいたゼロというショップはブーストアップで売り出したんだ。っていうか、それしかできねえのよ。ゼロは富永の CPU と木島の筑波アタックで名を打った。そんなゼロが初めてやるロータリーチューンに木島は町田という若いメカを連れてきたんだ。時代は FD という時にあえて片落ちの FC を選んでね。あの町田ってやつは本物だったよな。ああ、2ローター 13B で C7 タービンをきれいに回してあっさりと500馬力を叩き出したんだ。それがゼロの FC3S だ。紹介するわ、木島さん。 Z のオーナーの秋尾くんに、湾岸の帝王ブラックバードの島さん。朝倉明夫です、よろしく。島達也ですの、よろしく。この二人が今首都高でトップ争いをしている Z とブラックバードか。いきなりなんですけど、よかったら俺の Z に乗ってみてくれませんか？の、乗ってみてください。何も言わなくていいですから。レイナの R でついていきますから。振り切っちゃって構わないですからね。一緒に行きますか？ああ、安定している。900回転ちょいでアイドリングが綺麗に。何コーナー近かったか。ちょっと
なんかいきなりヤバくない？大丈夫、ちゃんと走らせてる。きちんと車との会話が成り立っている。五速。すごい、これが北見中の Z か。そんなにすごいんですか？それ松田。掴んだみたいだ。乗りこなし始めた。いいぞいいぞ松田。これメカとしてはちゃんと伝えてくれなくちゃ分かんないですよ。木島さんいつもハッタリかますし。トルクだ、トルクがいい。そうだ、この車はトルク感がいいんだ。立ち上がったトルクが回転を重ねていくこの上昇感、クランクを回すトルクそのものの強さだ。町田、どうして今隣にお前がいないんだ。言葉じゃ伝えられねえよこんなの。お前は今どこにいる、何してる、あの FC はどうなった。はあ、まいったな、集中できない。頭から離れないあの Z が。くそ、また動き出しちまった。もう止められない。じゃあ最後にメールを一つ紹介します。いつも楽しく見ています。昔の走り仲間に伝言です。伝言って、これってそういう番組でしたっけ？ゼロにいた町田さん、連絡ください。もう一度一緒にやりましょう。 K町田さん、見てるかな。ではまた次回。グッバイ、ドライブ、ゴーゴー。おいおい、マジかよ。相変わらずハッタリかますな。つまらない。あの車と関わってからこういう生活の何もかもが。ご無沙汰してます、木島さん。元気そうだな、町田。パパ、ねえパパ。600馬力の L28 型ツインターボですって。ああ、その Z に俺の心は一瞬で囚われてしまった。そうなったら、あとはもう二つに一つ。目をそらして諦めるか、それとも少しでも今時間があれば彼と会って話している。メカのことやドライビング、どうってことのないうんちくや雑学、彼に話すことによって俺もまた分かることがたくさんある。伝えることによって俺もまたあの頃に戻っていくんだ。これが今の俺の生活ですよ。車から離れてマンションのリフォームとかの内装工事の仕事をやってるんです。木島さんの気持ちも分かりますよ。昔の熱がまたぶり返したってことでしょ。ある意味贅沢なのかもしれませんよ。金もあるし名前もある。木島さんには戻ろうと思えばいつでも戻れる条件が揃ってる。でも俺は違います。これが今の俺なんですよ、木島さん。木島さん、あの FC ですけど。木島さんが聞きたかったのはそれでしょう。ああ、御殿場の石川自動車ってとこ行ってみてください。御殿場？あのゼロの FC、 1年前そこにあったんです。そこまで調べたんですよ俺。町田、俺にできるのはここまでです。ありがとう、恩に着る、助かったよ。じゃあ。何を考えてるんですか？明日休みか。え、はい。付き合ってくれないか、僕と御殿場まで。御殿場に探していた車がある。
あの車は絶対廃車になんかなってない。あの車？仙台 RX7 FC3S。 僕にとっては特別なただ一台の FC だ。くそ、いくら電話を調べてもわからなかったわけだ。どうします、誰か知っている人探しますか？ああ、いや、うちにはあそこの車来てないよ。そうですか。石川自動車ってバイパスのとこだよね。確か半年前に工場閉めた。去年まであそこにあった FC を探してるんですが。 FC？ ねえ、仙台の RX7 FC3S。 ああ、その車ならもしかして知ってるんですか？この辺のはずなんですけど。あれだ、すいません、誰かいませんか？木島さん、あれ。あ、あった。この FC なんですか？間違いない、これだよ。この FC だ。ホイールやミラーなんか細かいところは変わってるけど、間違いなくこいつだ。なんでこんなにビカビカなんだよ。本当綺麗ですよね。ちょっと綺麗すぎる、というか妙にシャンとしすぎている。ゼロの時だってもっとよれてた感じだったのに。あんたら、その車に何か用かい？そうかい、あんたあの FC の前のオーナーだったのかい？ねえ、正確にはゼロというチューニングショップで最初に仕上げた車なんです。でもそれがなんであんなに。そりゃそうよ、クタクタになってたのを俺がやり直したのよ。パテだらけ、サビだらけだったの。あなたが？まあな。で、あんたあの車どうしたいんだい？はるばる東京から探しに来たりして。譲ってほしいんです。どうしてももう一度乗ってみたいんです。お願いします、ぜひ。それなりの代金は払いますから。いや、金の問題じゃないね。というと？俺なりに手塩にかけた車なんだ。金の問題じゃない。じゃあどうすれば。乗せてもらおうか。隣にな。そうすりゃ分かる、あんたがこいつにどんな思いを持ってるかな。走りは変わってない、昔のままだ。震えるほどに痺れる。間違いなく俺の FC だ。お前さん、本気でこの車が欲しいんだな。ええ。隣に乗ってて分かったよ。こいつの隅から隅まで知り尽くした走り方だ。走りは変わっていませんでした。よく昔のまま維持してくれたと。一つだけ聞いていいか？はい。お前さん、この FC 手に入れてどうしたいわけ？ただ懐かしいから乗りたいとか、乗って昔のことを思い出したいとか、そういうことか？止まってしまったんです、時間が。難しいこと言い出したな。ゼロが解散して、この FC とも別れた5年前からずっと。自動車評論家なんて美味しい仕事を手に入れて、金回りも良くなって、今に不満なんかないはずなのに、なぜか少しも時間が前に進んでいない気がするんです。
もし何かあったら、今まで積み上げてきたものはみんななくなっていく。金も仕事も他に何があった。あと少しだ。待ってろよ、Z ブラックバード。